先週日曜日、徳島市のバンダイ中央ふ頭で行われたクリスマスイベントメリーグッドバンダイ、つながるをテーマに様々な企業やアーティストが参加し、人と地域をつなぐ企画があふれるイベントでした。メイン会場となったバンダイカフェに設けられた特設ステージでは、様々なライブパフォーマンスが繰り広げられました。冷たい風も何のその、会場は熱気に包まれました。すごくにぎわってて楽しいんですけど、すごく寒いです。寒いですよね。実は今日最高気温6度しか上がらないみたいですよ。いや、そうなんですよね。中にダウンを入れてるのとワンコでダウンを取ってます。ワンちゃんかわいいね。こちらの会場ではですね、中を入ってみますと、じゃん、竹明かりのワークショップが行われているんです。たくさんの子どもたちが自分のオリジナルの竹明かりを作っている最中でございます。お兄さん、かっこいい竹明かり作ってるやん。どうやってみて？とても楽しいです。楽しい？どんな感じの竹明かりにしたい？かわいい。かわいいの？お父さんと一緒に頑張ってください。定員40組のワークショップには希望者が殺到。予想以上の人気に主催者側も驚きが隠せません。とても忙しい。もうよかった、ありがたいね。みんな楽しそう。綺麗なモニュメントできるね、みんな一緒にね。よかった。皆さんが作った作品は会場の外の巨大な竹明かりツリーと一緒に飾られ、夜にライトアップされます。どんな風に輝くのか、とっても楽しみです。他の会場を覗いてみると、メリーグッドバンダイ第3会場にやってきました。ここではね、前取材でお世話になった方が出展されているので、お話をお伺いしていきますよ。あ、あーこさん、お久しぶりです。よろしくお願いします。以前ゴジカルで紹介した旅する駄菓子屋さんこと駄菓子屋あーこ、今回のイベントでも愛くるしい笑顔を振る舞えていました。どうですか、調子の方は？あ、だいぶ来てくれましたよ。今日はあーこさん以外にもたくさんお手伝いが来られてますね。家族で、孫と姪の子とか全員がお手伝いしてくれてます。あ、主人も来ております。今日は綿菓子担当でございます。はい、うわー、できた。ありがとうございます。はい、お願いします。甘い。おいしい。いきますよ。隣に目をやると、城西高校神山校の森林女子部が手作りのアクセサリーやキーホルダーを販売しているブースを発見。で、何より気になるのがこのアワベンキーホル、ワクワクアワベンキーホルダー。よいしょ、出てきました。出てきたアワベンはじゃん、ウチンクです。もう富山2年目、ウチンク分かります。私の家という意味です。このキーホルダーにもう我が家のような温かみを感じますね。本当に夕暮れ迫る頃、何やら行列ができていました。その目的はというと、フリースタイルピアニストのケイちゃんを見に来ました。ケイちゃんのライブにこれから抽選2回目やります。 YouTube の総再生回数3億2000万回超え、映画音楽も手掛ける今最も注目のピアニスト、ケイちゃんのライブが見られる大抽選会が行われます。ずっと応援してます。最新のアルバムも買ってます。今から抽選。そうです、3回目です。県外からも駆けつけたという熱心なファンも多くいました。3、2、1、午後5時過ぎ、竹明かりのツリーに明かりが灯されます。寒さを忘れさせてくれる暖かい光に会場が包まれました。
成するまでにこの光を見るということがなかったので、実際に綺麗に描くことがすごくみんな上手で綺麗なので、来た甲斐があるなと思いました。いや綺麗だと思いますね。この人が作ったんですよ。作ったんです。これをこの人が作ったんですよ。これが、まあ、頑張ってやったんで、まあ、綺麗にできてよかったと思います。嬉しいです。いや、いつもこの瞬間はやっぱ一番嬉しい瞬間です。やっぱクリスマスというとやっぱりね、カラフルなイルミネーションなんですけども、まあ今回竹明かりということで選んでいただいて本当嬉しいです。もなく戻ります。戻ります。メリークリスマス。よろしいでしょうか。すいません、当たりました。2人で当たりました。5回乗られました。メリーグッドバンダイ最後のメインプログラム、フリースタイルピアニストケイちゃんのライブがいよいよ始まります。ケイちゃん、ようこそ徳島にお越しくださいました。いいえ、とんでもないでございます。初ですか？もう四国自体初めてで、人柄がね、皆さん良くて、空気も美味しいし、そしてね、食べ物もめちゃくちゃ美味しいし、実は徳島ラーメンだけ食べて胃の中徳島になってますから。これから行われるステージ、どんな気持ちで挑まれますか？まあ、ただひたすらに楽しんで、こう皆様にその楽しさがね伝われば、一緒に音楽で素敵な空間を共有できればなと思っております。けいちゃんのクリスマスメドレーにお客さんは大感激。他にも子どもたちのハンドベルとコラボしたり、阿波踊りとの共演など、他では見ることができない貴重なパフォーマンスを披露してくれました。どうぞ。フィナーレには会場に来ていた女子中学生とケイちゃんが連弾で演奏するサプライズ企画。アイリーさんが一番練習したという名探偵コナンのオープニングソングです。すごく楽しかったです。めちゃくちゃ緊張してたんですけど、ケイちゃんが横から大丈夫だよとか言ってくれて、すごい楽しくできました。もうケイちゃんを憧れて、ちゃんとピアノを練習してきてよかったなって思いました。ケイちゃん、アイリさん、ありがとうございました。皆さん大きな拍手お願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。メリーグッドバンダイ、訪れた人が笑顔に包まれ心温まるクリスマスイベントでした。